吉田勤です。今日は芹ヶ谷公園にやってきました。町田市で企画しています。働く車大集合。向こうにはパトカーがあります。消防車があります。そして、ゴミ収集車があります。こちらはごく普通の車に見えますが、実は水素で、動く車です。町田市は2台ありまして、こちらに1台展示していますのが、トヨタの車、世界で先端の動きを示しています。これから先、このエネルギーの関係で果たして、電気自動車の方になっていくのか、あるいは水素というものが長距離線で取って変わるのか、どうしたか分かりませんが、町田市は両方の路線でやっていこうということで、水素自動車も導入しているわけであります。どうぞこれから先の環境ということも考えて、これからこの全体の車の働いている車というものを見てもらいたいと思います。私たちの暮らしを身近なところで支えている車に今日は登場しています。ちょっと一瞬簡単に人が映らない形でしてください。こういう車がこちらに揃っております。今日は芹ヶ谷公園から案内しました。吉田勤でした。終わります。